三輪郷土紙芝居始まり始まり八津矢月のかけすり鉢昔昔三輪の村に神仏を信じている孫像という爺様が住んでおったと昔は雨が降らなければ雨乞いをして大風が吹けば お宮様へまいってぶじをいのっていました大事なねがいごとがあるときは百回かいもおまいりしたり一しゅうかんもおみやさまにねとまりしたりしてかみさまにおいのりをしたものです <noise> さてまごぞおじいさんにはおとこのこふたりにおんなのこひとりがいましたむすめはたいそううつくしくとしごろになったころ 尾張のあるお金持ちにめでたくお読みに行きましたそれからというもの孫蔵じいさんは毎日のように早く孫の顔が見たいと願っていましたがどうしたものか4年たっても孫が無事に生まれたという知らせは届きませんでしたこりゃお宮さまにおこもりしてお願いせにゃいかん,孫像じいさんは 娘が嫁いでから5年目の冬、師走の15日、今度こそ無事に生まれるようにと、1週間お祈りをするために、お宮様に寝泊まりを始めました。火の気一つない静かな拝殿はとても寒く、吐く息は白くなり、体は震えました。けれど、毎晩毎晩、気を張り詰めてお祈りをしたのです。そして、最後の7日目の晩は、 雪が降って風も強く特に寒さがひどい夜でした。孫洲爺じいさんはもうくたくたでした。でも夜遅くまでお祈りをして一枚の薄い布団に寒さに震えながらくるまっているといつの間にかうとうとし始めました。どれほど経ったことでしょう。かすかな物音に孫洲爺じいさんはふと目を覚ました。 誰もいないはずのお堂の扉が一人でに開き、中から誰かの話し声が聞こえてくるのです。見てまいれ。はい、それでは見てまいります。白いひげを生やした老人が、白馬に乗ってどこともなく飛び出していきました。孫像おじいさんはびっくりして起き上がろうとしましたが、何者かに抑えられているかのように動くことも 声を出すこともできなくなっていましたどうなっとるんや体が動かんこんな夜更けに一体なんや暗闇に消えた白馬と老人を見てからどれだけ経ったのか遠くの方から馬の足音が聞こえてきましたそしてまたお堂の扉が開く音がしたと思ったら先ほどの老人が帰ってきました どうであった？はい、やっつやつきのかけすり鉢にございます。再び扉の閉まる音がすると。あたりは元の静けさを取り戻しました。そして、途端に今まで動くこともできなかった体が動くようになっていたのです。不思議なこともあるもんや。あれは何やったんや？孫三おじいさんは？ 朝日が昇るのを待って家へ帰りましたそしてその日ついに子供が無事に生まれたという頼りが届きました孫洲おじいさんは踊り上がって喜びました生まれた子は母親によく似て美しくかわいい女の子でした年に一度は必ず里へ来て孫洲おじいさんを喜ばせてくれました しかし女の子が8歳の8月15日夕方から急に熱を出し苦しみ出しました医者を呼び手を尽くして看病しましたがどうしたことかとうとう亡くなってしまいました孫造じいさんが不思議な体験をしてからちょうど8年と8ヶ月目のことでした 八つ,つきのかけすり鉢。人の寿命は神様だけが知っている世にも不思議なお告げであったのかもしれません。かけすり鉢とは形のかけたすり鉢のことです。おしまい。ご当家代々の伝聞より。